皆さんこんにちは、加藤です。今回は宮迫と光の、ドッキリコラボがですねクソつまらない件についてお話したいなと思います。いやマジね、もう何本も動画上げてるんですけど、宮迫は絶対に光ともうコラボしない方がいいですよ。で、まあ、何があったかって話なんですけど、あのトイレにね入ったら宮迫が、まあ、うんこしてたと、あのズボン脱いでたっていう話の、話っていうかドッキリなんですけども、そのね動画めちゃめちゃつまらないんですよ。でなぜかっていうと、素人のリアクションがめちゃめちゃ寒いんですね。でよく芸人同士のドッキリ企画とかって、あの番組でもあのテレビでもね人気だと思うんですけど、あれがなんで面白いのかっていうと、まあ、もちろんマジで引っかかってる人はいるんですけど、もちろん途中で気づいてリアクションをしてる人がねやっぱり多いと思います。でそういう引き出しの多さ、芸人として、ね、そのリアクションでお笑いを取るっていう、まあ、一種の芸ですよね、が面白いからドッキリは面白いんだって。でああやってね雑な、いじりというのかな、ドッキリ で素人のリアクションを見せられても全然面白くないんですよ。で、構成作家とかもついてないと思うし、とにかくね宮迫がかわいそう。あんなねクソおもんないね、素人のリアクションをやられて、でもう滑ってるでしょ、もう全員滑ってるんですよ。で宮迫のせいみたいになってると思うんですけど、もう全然面白くない。でしかも地獄なのは、あれ面白いと言ってる光のファンなんですよ。でね、今日本ってね、なんか人を傷つけない笑いとか、あとはぺこぱが面白いとかいうわけわかんないやつらが増えてると思うんですけど、YouTube っていわゆる素人ですよ。で前回の光と宮坂のコラボの動画でもはっきりしましたけど、光のトークっていうのはもうど素人なんですよ。めちゃめちゃ面白くないんですよ。で僕なんかも YouTube やってるわけですけど、素人としてやってるわけですよ。で素人の YouTube 何が面白いかって話で言えば、素人はプロの基準に達してないから面白いんですよ。わかります？いわゆるクソ動画なんですよ。ヒカルもラファエルも僕もいわゆるクソ動画、ね、素人がクソもんないことやってるから面白いんですよ。なんですけど今の日本人の笑いのセンスでいくと、そのクソもんないものを面白いと言っちゃってる人がめちゃめちゃ多いと思うんですよ。でプロと素人の差に気づけない人、あプロめっちゃすごいなと、素人クソもんないなっていう、この差に気づいてないと。で素人のクソもんないものを面白いと言っちゃって、でその差に気づけない、要はプロがどういうすごいことをしてテクニックを使って笑いを取ってるかみたいなところに気づいてないんですよ。だからもう地獄だなと思って、でとにかくね、宮迫は今すぐに、光とコラボするのやめた方がいいです。であとはその何回も言ってますけど、芸人の皆さん、事務所の枠を超えてね、コラボできる人、早くね宮迫助けてあげてくださいよ。マジでプロの芸人が素人と絡んでも全然面白くないんで、マジで芸人同士の絡みをね、本当にお笑い好きな人だったら求めてると思うんで、素人の笑いとプロの笑いがの違いが分かんない人はもう別ですよ。本当にプロの芸人が好きで、プロの芸人かっこいいなと思ってる人たちは、もう本当にね芸人同士の絡みが見たいと思ってると思うんで、僕みたいに。とにかくね宮迫さん、早く光と手を切った方がいいですよ。はい、今回は以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。